ジャマイカスライダーは、沼メか赤ガメ族に分類されるカメジャマイカ固有種。バハマ諸島にも移入。最大高潮3 2トルオスよりもメスの方が大型になり、オスは最大高潮2 4 3トル背坑はややドーム状に盛り上がり、上から見ると、中央部より後方で最も幅広い卵型。 甲板の表面は滑らかで、成長輪はやや発達する。また、甲板表面に放射状や縦方向にあまり発達しないシワが入る。甲甲板は細長い当脚台形。復興長は、校長の89%未満。復興の色彩は、黄色や炭光色、高褐色。頭部は中型で、粉炭は突出しない。 上顎の先端はわずかに凹む。頭部や頸部、獅子の色彩は緑褐色や灰色。喉には不規則に、明色の縦縞が入り、獅子には、不明瞭な明色の縦縞が入る個体もいる。容体は、C 看板に、筋状の盛り上がりがある。円看板ンめ面や廃校と復興の継ぎ目、復興中央部に、暗色斑が入る。 成長に伴い多くの個体で、キールは消失し、一部個体群を除き暗色斑は消失するか、不明瞭になる。オスの生体はわずかに粉炭が突出し、全肢の爪が曲線的に伸長する。また多くの個体で、黒菓し看板の継ぎ目周辺を除いた廃校の色彩は淡灰色や炭鉱色になり、頭部や四肢は暗褐色や暗灰色になる。 バハマ諸島の個体群は、独立種バハマスライダーティーフェリスとされていたが、酵素の電気営動による分子系統学的解析から本種との差異がない移入個体群として、シノニムとされる。ジャマイカ島北西部の個体群は、形態が異なり、人為的移入された他種との雑種あるいは雑種に、由来する個体群や未記載種とする説がある。 流れの緩やかな河川や地層などに生息し、低質が泥で、水生植物の繁茂した水深の浅い止水域を好む。半水性だが、日光浴を好む。植生は雑食と考えられている。繁殖形態は乱生。野生下では5から6月に年に2回以上に分けて卵を産む。飼育下では1回に2から6個の卵を産んだ例がある。 卵は飼育下で、摂氏26.5度の環境下で74から76日、摂氏29.5度の環境下で57から62日、摂氏30.5度の環境下で52から62日で、孵化した例がある。生息地では、食用とされることもある。種商名プテロプンはアルゴンキン語族の言語で、食用亀を刺すトロペに由来する。開発による、 生息地の破壊、水質汚染、食用の乱獲などにより、生息数は激減している。ペットとして飼育されることもあり、日本にも輸入されている。欧米から、主に北西部個体群に由来すると考えられている、飼育下繁殖個体が少数流通する。アクアリウムやアクアテラリウムで飼育される。飼育下では、野菜や水生植物も食べ、 人工資料にもえずく。ありがとうございます。